当日の直前に見返したりとか、振りだけとりあえず寝ないとダメ。睡眠って大事だからね。もう初めてこんなスクランブルしました。あんまりなんかスクランブルっていう経験はあんまりないんですけど、初めてこんな楽しかったです。めちゃめちゃバナナどこに売ってますか。これセブンに売ってますよ。んー、これタワーなんだ。パイナップルさん、めちゃめちゃ楽しかったです。私あれ4曲目君は未来に試されてるめっちゃ好きで、うわもう一個来た、ありがとうございます。それをずっとやりたかったの。でも新しい公演の曲だし、公演に出ないと多分やれないじゃないですか。でもどうしてもやりたいの、あれは本当にどうしてもあれはやりたくて、なんか日々あれをやるにはどうしたらいいかみたいな考えをしてたんですけど、マジで好きなの。普通にプライベートで聴くぐらい好きなんだけど、やれてよかったです。人見知りなのに頑張ったね。楽しかったです。本当に。見て、今日はネイルを買いに行きました。そう、皆さん優しくてあゆかコールもしてくれて、これはクリームソーダ、可愛くない？こうやって見せた方が分かりやすい。今日はちゃんと寝たの？はい、いっぱい寝ました。でも詰め替えに行かなきゃいけなかったから
10時過ぎとかに起きて、で今も寝てました、ご飯食べて。あの日横どこ行ったん、いつの話してん。あの日横も結構前だよ、3個前とか、それは嘘、2個前とか。爪は予約してた、爪は本当は昨日行く予定だったんですよ、昨日行く予定だったんですけど出るってなってキャンセルして今日に買いました。冷やし中華食べてます。でもそんななんか去年ほど食べてないです。ねえ、ひよこ可愛かったよね、ひよこ。ひよこまたつけたいな。もしチームイーのあんな頼まれて動いたりする、うん、出ます。でもチームイーまだね、見に行ってないから本当に何も知らないの。だからまずは見に行くことから始めないといけない。今頃になってスクランブルに来るって思ってなかったです。でもずっとチーム K2 の担当マネージャーさんに言ってて、もしこう足りないってなった時は最悪1日あれば覚えるので言ってくださいって言ってたんですよ。でもそんなことなかなかないじゃないですか。そう、そんなこと別になかなかないんですよ。研究生もいるしね。研究生もいるし、最近はアンダーも出てるからないだろうなって思ってたらあった。そう、めちゃめちゃ好きなの、時間がない公演が。もし本当にもう誰もいなくてみたいな、誰もできないとか本当に困った時は呼んでください。でも全く知らない公演だから、まあ、時間は欲しいです。前日には言ってほしいっていうのは伝えてました。ゆずさんと出れてよかったです、本当に本当によかった。ゆずさん大好き。でゆずさんも生誕 T シャツ、楽しかったです、いい経験でした。なんか8年9年目でこんなあの貴重な経験するとは思ってなかったので、本当に初めて、全く知らない公演を一日もない時間で覚えるのは
何が一番難しいか、ハートブレイカーですか。でもダン、異形のダンスも難しかった。まあ完璧ではなかったので、また余裕を持って出れたら嬉しいですね。手綱してたからね。手綱がなかったら一日だったんですけど、手綱やって夜帰ってきてだったので、ほんと12時過ぎとかから覚え始めて、一旦6時に寝ました。そう、6時に寝て、いつもだったらレッスン上で1回やるんですけど、いやちょっと寝なきゃだなと思って行きませんでした。オーバーザトップ楽しかったです。めっちゃ曲好き。あれ初めてちゃんと聞いたけど、サビは知ってたけど、でもマジで楽しかったです。マジで楽しかったです。本当に。もしかしたらもうないかもしれないしね。最初で最後の時間が前公演だったかもしれないし。いつでもまた呼んでくださいって感じです。あやがめちゃめちゃ、あやちゃんね、教えてくれたの。あやちゃんはその決まった時もさ、鉄の一緒にいたから、一緒にいて、夜起きてるからいつでも寝ようしてねって言ってくれた。お菓子もくれました。エゴさんもお菓子くれました。会った瞬間に、集合場所行った時にくれて、うぅぅってなりました。そう、時間があったらユニットもやりたかったんですけど、ちょっとユニットはまあ数人の曲だし、ちょっとね、甘えさせてもらって、それはチーム K2 のメンバーにお願いしました。そう、あとエナもね、クッキーくれて、さやちゃんもじゃがりこをくれました。優しい、みんな。
菓子全部食べちゃった。そんなわけえ、めっちゃくれたんですよ。そう、めっちゃもらったのだから、1日ずつっていうか、ちょっとずつ優しさをかみしめていただきたいと思います。なんか自分の携帯ではけど、いっぱいあの人っていうかメンバーの携帯で写真を撮ったので、良きです。そう、 SNS で探してください。多分ほとんどのメンバーと撮ってくれました。楽しかったです。またデザインいつでも呼んでくださいって感じですまたピンチになった時は、余裕がね、余裕がある時に呼ばれなさそうだけど、余裕がある場合は また違う方にお願いされるかもしれないけど、楽しかったです。まだ能力は落ちてなかったです。覚えるまだ20歳ですか。いや、まだ19ですこれ大事、あと半年じゃんとか、これ大事です。19、まだ19、この10の位がね違うのはだいぶでかいですよ。まあ、ただの年齢は、年齢はただの数字ですけど、この10と20の差は大事ですから。19歳です、まだまだ19歳。そう、まだティーンエイジャーだから。ティーンエイジャーって知ってる？ティーンエイジャーって13歳か19歳のことを言うらしいよ。10歳からじゃないらしい。13から19がティーンエイジャーなんて。ティーンエイジャーな、私まだだから。みんな知ってんだ。知らなくて10歳からだと思ってたの。11、10、11、12は違うらしい。なんでか知ってる？知らない。なんで？あ、英語がティーンじゃないから。そういうことなんだ。なんか TikTok で見たの。 TikTok でそういう海外の人がそうやって説明してて、そうなんだってなって。まだティーンエイジャーなんで、このあと20歳になるまでの半年もないのかな。でもまあ約半年、1月27日まではもう一生懸命19を
アピールしていこうと思います。全部10代最後のって言うよ。10代最後の今夏ですから、もう次の夏は20歳。もうね、人生の節目を迎えて、そう、お酒飲める年になって、まあ誕生日が冬なので、だから来年のバーベキューとかではもしかしたらね、ね、それはだいぶでかいですよね。だからみんなも宣伝してください、あゆかぴょんはまだ19だよって。たしなんでるかもしれないから、ねえ、どうなるんだろうね、お酒入ったら自分でも。すごいみんなにはなんか爆笑してそうって言われる、ずっと笑ってそうって言われる。けど別に飲んでなくてもそれだからさ、飲んでもしそれだったらさ、めっちゃうざいよね。コーヒー飲めますか？飲めます。すぐ寝そう。確かに逆におとなしくなるかもね。確かに。ブラック飲めますか？ブラックはまあ、あの気合い入れるときに飲みます。あの気合い入れるときっていうかね、ほんと眠たいとき、マジで目というか、なんかこうなんていうの、スイッチが入らないときってあるじゃないですか。そういうときは飲みますけど、普段はカフェラテしか飲まない。でもなんか飲まなそう、飲めますよってなっても、飲めますよってなっても飲まなさそうじゃない？泣くタイプもあるな、すごいね、怖いね。ベタベタうざがらみする可能性、まあでも普段からそれだからね。お兄ちゃん一緒に飲みたいよ絶対。嘘、とかもあんま見に立ったことないけど、でもメンバーと飲みに行けるのは嬉しいですね。後輩とかも嬉しいけど、特に先輩とはすごいなんか歴史を感じそう。もしさ、ちかさんとかこうお世話になってる先輩、まきこさんとかと飲みに行ったらさ、すごい歴史を感じそうじゃない？うわってなりそう。ねえ、でもあんまメンバーが飲んでるとこ見ないんですよね。多分私がよく喋るメンバーは弱い子が多いのかな。あんま飲むいないイメージだもん。でも強い子も SKE 内にあんまいないのかな。あんま聞かないよね。まあ同期と飲みたいですね。楽しみです。そう、やっぱ飲めないからさ、そのメンバーのお酒事情とかも知らないのよ。誰が弱くて誰が強いとか。
そういう場に出くわさないから。そう、打ち上げとかでもみんな飲まないしね。何かの打ち上げとか、こうなんていうの、忘年会とかしたりしても楽しみです。仲良しなメンバーとかね、飲みたいね。強いのか弱いのか分かりませんけど、報告待っててください。私はどっちタイプでしたっていう。土手煮がさらに美味しく感じる。ええー、そうなんだ。成人式に向けて髪の毛伸ばす。うん、まあ、別に成人式のために伸ばしてるわけじゃないけど、今別に伸びてます、伸ばしてます。楽しみにしててください。ファンの人も泣いちゃうんじゃない、もしかして。ショールームってさ、お酒飲みながら配信していいの？もうそんなことあるかがしてたらさ、なんか、あ、ダメなんだ、それダメなんだ、ダメなんだ。もしさ、じゃあなんか、まあ、番組の企画とかで飲んでる姿をみんなに見られたらっていう言い方おかしいけど、見せる日が来たら、ファンの人も泣いちゃうかもね。泣くんじゃない、みんな、うーんってなるんじゃない。どう、インスタライブは OK？うん、インスタライブか、インスタ。まあまあまあ、エモくはある。うん、確かにね。エモい、エモい、エモいのか、エモいか、エモいね。なんか楽しみ。この前ミクルが二十歳になったじゃないですか。同い年、 S にいる同い年でやっと、 S じゃない、 SKE にいる同い年でやっと成人を迎えたのがミクルなんですね。だからすごい、なんか急に自分も実感が湧きました。もうそこまで来てるんだってなりました。そうだから、これから先ね、ゆず、ほのが先か、ほの、ゆず、ゆうかたん、ココナ、えな、あゆかの順番なんですけど、多分すごいなんかどん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 感じそう。どんどんなんか感じそう。ああ、ああ、すごいいいってなる。全員まだ17歳くらいなんです。え、気持ちはまだ全然15歳とかよ。本当に
これガチ嘘なしで気持ちはまだ15歳くらい。お前時止まりすぎだろって思われるかもしれないですけど、だから本当に予想がつかない。って感じ。そう。やっぱりみんなも一緒？なんか時止まってるよね。なんでだろうね。ガチで15歳くらい。気持ちはね。そりゃなんか見た目はさ昔に比べたらまあ年齢に追いついた気がするけど、気持ちだけが置いてかれてて、あーあーってなってる今そうだからまだなんか自分が制服がコスプレなことにもう気づいてないの。たまにびっくりする、あっってなる。やっぱそういうもんみんなこうエス公園で制服着るじゃないですか。あれがもうコスプレになってしまうんだみたいなのをたまにすごいこうズドンと感じて、なんか急に来るんだよね。あ、これ私本当は着ない服なんだっていう普通に生きてればこれ私は今着ない服なんだってなります。まだ他の衣装はさ全然あれなんだけど、なんか制服ってなるだけで、すごい急になんかたまにねすごいなんか気持ち的に来るんだよね。すごい一瞬病みそうになるその事実に。なんでだろうね、まだ10代とかだからかな。20歳過ぎたらまた感覚違うのかな。でもなんかランドセルは違ったんだよね。ランドセルはもうなんか中学生になった瞬間から似合わなくなってすごい悲しかった記憶あるけど、なんか制服ってまださいけるくない？制服だからかな。そんな感じでございます。いっぱい制服着たいと思いますすっぴんで制服なら、あれすっぴんで制服なんて着れないよもうそれは無理、絶対に。ネイル変えた？変えました？今日変えた？クリームソーダネイル、なんか大人っぽいやつにしようかなと思ったんだけど夏だし、なんかもう多分次のネイル変える時ぐらいには夏とは言えないじゃん。9月次ネイル変えるのが9月、まあリクア前くらいに行きたいなって感じなんだけど、リクア前だからもうさすがに夏とは言えない感じじゃん9月って。だからちょっとクリームソーダにしました。上がりの特化クリームソーダ見れる、見れます。そう、リクアワと周年、次の次変える爪で多分リクアワの
リクアワと周年婚をするので早いね。ね、もう終わったよね、あれ締め切りしたよね。いつ来るんだろう、ワクワク。言っちゃうかも、私がセットリスト知ったら。ドキドキ。絶対にセットリストを送ってもらったと、送ってもらった時人と言いたいな。メンバーと言いたい、メンバーと赤くさん、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 メンバーと見たい。321は直前にしかわからないですけど、他はまあ知らない体ですけど知ってます内緒で。楽しみです、マジで楽しみ。今年あとちょっと、あとちょっと、今年8月だっしょ今から、あと4ヶ月、3ヶ月半くらい、あと3ヶ、うん、あと3ヶ月半しかないの今年って。4ヶ月半か、びっくりした。え、4ヶ月半か、4ヶ月半か、9、10、11、12、あ、4ヶ月半だ、4ヶ月半、うん、何話そうとしたっけ、何で言おうとしたっけ、忘れちゃった。あと残り、今年4ヶ月半の残り期間で一番楽しみなことがリクアワ、楽しむ。マジで楽しみ。いろいろなコンサートあるじゃないですか、春コン、夏コン、まあ SKE 夏コンはまああんましないか、ツアーがあったりとかで、秋も周年が絶対あるんで、で冬コンはあんまりないですね、私たち SKE はあんましないけど、こう全部のやつの中で私はリクアワーが一番好きです。楽しみ、マジで楽しみ。本当に楽しみにしてる。だからみんなも楽しみにしててください。それではそろそろ終わりたいと思います。バイバイ急に終わる おやすみなさいもう終わり、ごめんね、終わります、あっさり。おやすみなさい。バイバイ。いつでも褒めてね。永遠に受け付けてます。褒め言葉。おやすみなさい。バイバイ。